どうも、今さっきねツイッターちょっと漁ってたんだけど、やっぱね今作むずい。うん、やっぱみんなそう言ってたわ。今作クソむずい本当に。あの、ね、やっぱマップを知らないっていうのもそうなんだけど、あの、なんだろうな、なんか何をどうしたらいいっていうかさ、カードの最適解の手持ちがやっぱ人によってそれぞれだったりとか、まあまあそれは令和とかにも言えたんだけど、あの令和だったらでもさ、リニア CU とロイヤル EX とかいうなんかさ、あの2巨頭があったじゃない、要は移動系で。今回なんか移動系がさ、なんだろう、まあ言っちゃえばちょっとやっぱ乏しいから、そう、3回しか使えないしね。うん、まあ確定で3回使えるのは強みではあるんだけど、逆に言えば3回しか絶対使えないから、だからなんだろう、もうなんか、うん、みんななんかすごい今とかがとカンカンガクガクしてるって感じするよね。議論だよ議論、本当に。うん、やっぱでも難しいは難しいらしい。剛速球はいらない。まあでもそんな感じですね。うん、で、今回はこんな感じか。あ、でも結構特急とか入手できてんな。いや、てかでもリアルにね、ちょっと今福袋買って使ってみたんだけど、福袋強いわ。うん、弱く、あれを見て少なくとも弱えとはならない。うん、だから強い、全然強いと思う。虎に翼かける2カードとかもなんかあるしね。これもうなんか、うん、もう幼稚園が考えた名前やん。六大都市、六大都市あんま意味ないんだけどね、正直もうね。だこいつの目的地はとりあえず、オーストラリアです。はい、オーストラリアです。っていうか桃太郎ランドです。桃太郎ランド買いに行きましょう。そろそろ買わないとね、せっかく金あるし。うん、金あるうちに買っとこうよ。すぐすられるんだからお前らバカで。でこいつはもうやることが本当にない。カード引くしかねえ。えい、お、いいね、ロイヤルだ、ロイヤル EX だ。うん、今買ったやつ売る。悲しい。お、エジソンじゃん、物件通る。へえ、うん、奪ったな、すぐ奪ったな。福袋使おう。えい、空港飛び総発プロペラ、総発プロペラ。あ、やっぱでも空きが少ない時は空き分埋められるのかな。でさっきはカードの空きがあまりにも多かったから6枚でとどまったって感じ。わかんねえな、なんだろう、何基準だろうね。オセアニアはどう行くんだ。こっちか、こっちか。えい、空港飛び、空港飛びとか強そうだけどね。あ、ゴーラツ飛び、えぐいのもらったな、しれっと。これ多分さすがに桃太郎ランドとかには使えないよね。使えたら意味わかんないぐらい強すぎるもんね、ぶっちゃけね。割るな、おい、いろいろ試したいことあったんだよ、全部割ったろ、お前。だよね、だよね、お前ふざけんな。あいつゴミだぞ、本当に。あいつマジゴミだぞ。虎に翼カードかける2って何なんだろう、本当に。幼稚園みたいな名前のカードがゲットしましたけど、ガチ幼稚園やいやでも、うん、なんかなんだろう、うん、正直に言っちゃうけどね、俺はね、正直に言っちゃうけど、あの、何、これだけ子供が考えたんかなって思っちゃった虎に翼さん、なんかかける2カードにしたら面白そうじゃないですかみたいな、なんか小学生のなんか取り入れたんかなって思っちゃった。うん、別に、まあ、全然それいいんだけどさ、うん、なんか意外だったわ、かけにとかやってくるんだと思って。なんかそういうのをさ、やってこなかったじゃん、ぶっちゃけ今まで、その桃鉄シリーズってそれかけにみたいなのやってこなかったやん。だから俺10億円カードあたりからね、正直出た時ちょっとって思っていい。うん、はい。で物件0件だもんね。そう、物件0件の状態で買ったらどうなるかなよ、これ。一緒に物件買ったかと思ってすげえヒヤヒヤした今。よいしょ、えい、あ、ライトニング、あ、ミニだ、すげえ珍しいな。おい、なんか今回言うてさ、キングニーカード以外でのミニの変身さ、3、4回ぐらいだよね、80年やってるけど。めちゃめちゃ少ないよね、多分ね、めっちゃ少ないと思うんだけど、気のせいかな、すごい少ない気がする。体感ミニボンビーの変身率すっごい低いよね。多分な。あくまで個人の意見ですって、ちゃんと。あくまで個人の意見です。いや、本当に。でも、やっぱ低い気がするんだよな。気のせいかな。
ちょっと気のせいだったらごめんなさいね。人によってはいやキング全然来ないっすけどっていう人も多分いるだろうし、うん、全然それを否定するつもりもないしね、もちろん。あマジかってなるの。じゃあ何なんだろうな、人間だけでやってるとキング来やすいのかなとか、なんかいろいろ考えつくもんね。だコンピューター相手だとキングにならないとかなんかあるもんね。超ハイパーインフレモモティスとかやった時にね、それは実感してるんですよ。佐久間とかやってどうやってるとね、キングボンビー来ないまま10年終わるみたいに余裕であるからね。うん、こいつは金くれるタイプだったはず。はい、おー物件もくれる、ありがてー、いいね。なんか地域ごとに物件もらってきてくれるみたいな感じなのかな。そう考えたら前回のあのワールドの、前回のワールドだよね、前回のワールド DS のワールドのあのナポレオン、あれは強すぎるね。他人に攻撃もして物件もタダで獲得してみたいな、あいつちょっと火の打ちどころがないぐらい強すぎたもんな。でキングボンビーがついたらミニボンビーにしてくれるみたいなあったしね。あいつちょっとやっぱ強すぎますよね。うん、効果詰め合わせたなって感じするもん。あいつだけ強すぎたもんね、どう考えてもね。カー歩きとか止まっとく？あ、ナイスカード駅あるやん。よし、ナイスカードって、いらんて。人のカードを叩き割るとかそういうのやめよう。平和に行こうよ、平和にね。これどこ？ところでこれどこだよ、かっこいいね。これどこだよ、この湖みたいなやつ、これどこだよ。あとね、すげえ眠くなってきた。もうね、言うて午前2時なんだわ。うん、もう午前2時半。今。だから、前4時間仮眠取ってから、何時間経ったかな ?8 時に起き、8時、9時、9時とかに起きたんだっけとかだから、あれもうそれだったら普通の睡眠ぐらいか。いや、違うんだよ。4時間しか寝てないんだよ。で、その4時間睡眠は2日の睡眠を兼ねてるんだよね。俺、そう。俺2日寝てないのよ。2日寝ないで、そっから、4時間仮眠取って、ま、で今なのよ。だから実質俺3日間で4時間しか寝てないんだから、それ体壊すわ。うん、もう頭働かないに決まってるわそんなもん。うん、頭働いてる方がおかしいもんそんなの、どう考えたって。よし、でこれまあ独占しておいて OK、 53箇所でランドこいつに買わせようよ。ランド買える、これ頼むよ。そろそろ泊まりたいよ。さっきから2V1をずっと外してるからな、頼むね。来た、よし来たわ。はい、買った。1箇所目よ、1箇所目、正真正銘1箇所目見て、ほら16兆1億だけ、6件これだけ、これだけだとどうなるんだよ。うん、80年かかったね。うん、まあ正直最初は40何年目とかで買ったんだけどね。はい、歓迎式典、あのムービーは1回しか見れないんだ。はい、感謝セールも始まった。感謝セールは何なんですか。はい、はい、各社収益が 5% 上がった。うん、それ全部見ますかって言ってくれるのかな。はい、6社はいはい、5分、なるほど、一番短いのと5分なんだね。はい、じゃあ5分ぐらいなら見ましょうか。物件は存在していません。持ってないからな。うん、そりゃね、持ってないからね。へえ、こうなるんだ。メッシー、メッシー、ダンケー、あ、ダンケッシュン。そんな風に言う言葉じゃないよね、多分ね。うん、はい、早い、クソ早い、クソ早い。醤油所持してません。早え。確かにそう考えたらさっきの29分クソ長かったな。うん、はい、やっぱでもヤジャ姫が可愛いな。アリシちゃんもまあなかなかいいね。アリシちゃんもなかなかにエロいけど、やっぱヤジャ姫の方がエロいな。うん、やっぱヤジャ姫がエロいよね。そればっかりは、うん、どうしようもないよ。ヤシャ姫がエロいのはもう仕方がないよね。うん、って思ってます。シュクラン、まあ知らんけどな。シュクラン、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 何、方言、方言の問題。その言い方が微妙に違うのは。はあ、決算画面でおなじみのピラミッド、それ最初やん。
もうね、もうそれその段階終わってんだ俺。あ、そういえば決算画面の変わる基準って何なんだろう。それも教えてほしいね。うわー怖い。ムンゴーデイ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 。グラシアス。グラシアス。マハツァニー。マハツァニー。ムシュクル。ムシュクル。なんで巻きしたんだったん。はい、お世話にはね。思いっきり手を振ってください。はい。うわーうわー。振ったよ。はい、コッパーアップ、うん、6件だけだからね。全部合わせて6件だからね。カンガルーいるし。ファンクス。センス。メッシー。メッシー。フランス語と英語なのかな。メッシー。メッシー。メルシーってフランス語のイメージなんだけど、違う？違ったらごめんなさい。土下座します。嘘です。あと2個。はい。フラッツェヨ。あ、なんかさ、なんか何だったっけ？名前忘れたけど、芸人さんの名前忘れたけど、あのなんだっけ、ブラジルの時だけ異様に発音が良くなる、あのブラジルからの留学生みたいなネタ、めっちゃ好きだったんだよな。Gracias。 うん、めっちゃ好きだったんだよな。 Gracias。 デニスだっけ、ちょっと名前忘れたけど。 Merci。 じゃあ今日はね、国の名前言ってもらうから。はい。じゃあここはアメリカです。おー、いいよ。じゃあここはって言って、日本です。じゃあここはブラジル。ブラジル、ブラジル、ゴー、ゴー、ブラジルみたいな、うん、あれクソおもろかったんだよな。レッドカーペットとかでやってたんだけど、クソおもろかったわ。死ぬほど笑った。レッドカーペットやってる時だって俺は小学生とかだからさ、もうね、そういう単純なやつもう超面白かったのよ。はい。最後の目的地はもう一度アジア、日本が誇る、お、東京がラストなんだ。あー、最後まで見ればよかったな。これ帰ってきたよ、なんか東京に。ただいま。ありがとう。うん、お疲れ様でした。最後にこんなのが出てたんだ。へえ、感動じゃんこれ。どうぞ。うわー、やべえ、お疲れ様でしたって言われるのすげえ泣けるな。どうぞ。Gracias。ダニエル。わ、てか今までのさ、いろんな国の民族とかさ、いろんな人たちがさ、ここに今集まってきてるってことでしょ。シェシェ。だから言葉もいっぱいなんだ、ありがとうだけじゃなくて。シクラン。ありがとう。ダンバー。ありがとう。いいゲームじゃねえか。感動してますね、私。いやうん、いや、この口数少ない時は皆さん分かりますかね。僕ちょっと今泣いてます。涙が止まらねえんだ。なんでだろうな。泣かしてくれるじゃないかよ。やっぱゲームってね、ゲームいいね。うん、ゲームはいい。いろんなこと教えてくれるわ。うん。いやー、ほんと改めて新作発売おめでとうございますだね。おめでとうだし、ありがとうございますだね。もうね、いや、なんかここまで2日、たった2日よ、言うて、たった2日でここまで楽しめると思わなかった俺。いいゲームじゃねえかよマジで。いやー、ちょっとウーさんたちともやりたいね、いずれね。ウーさんとか MK とかね、あとは昨日遊びに来たリアトモとかね、あの辺とかもやりたいっすね。みんなでやりたいね。うん、マルとかも呼びたいな。それなら NK、 ウーさん、マル、俺、4人でね、最初の初期メンツですよ。初期メンバーというか実際のメンバーはここだけなんだけど、メンバー4人でやりたいな。これもうね、多分皆さんね、私のことしか知らないと思うんですけど、昔ね、ウーさんとか NK とかね、一緒に
この桃鉄やるメンバーがいたんですよ実は。そういたんだけど結果的には僕一人になったんですよね。うん、まあ、結果僕一人なんですよ。だからしばらくは、うん、なんだけどいたんですよメンバーがね他に。特にウーさんは有名なんじゃないかな、僕らの界隈の中ではね。最初に1兆円捨てられた人ですねこのチャンネルで。最初に1兆円捨てられた人ですね。いやーマジで泣かしてくれる なあれだけで泣けるのもすごいけど俺は正直、うん、俺がねなんか、うん、泣きすぎなのか話なんだけど何やっても大体泣くからな、うん、すぐ泣くからね。だって俺モンストのさあのモンタナが重心化した時あれボロ泣きだったからね俺。超ボロ泣きだったもん。いやー神だわ、神ゲーだな。神ゲーってなんかそんな一言で勝たせていいものか分かんないけどこれは神ゲーだと思う俺本当に。ゴーダストビーてかそろそろ台風とか見たいな。本当に今更だけど、あとでも20年あるからな、言うてな、あと20年あるんだったらなんかなんとかなりそうやけど。で黄色 あの一軒も物件持ってない状態で何買うのは達成できたから桃太郎ランドね。そうランドしかもう持ってないからね今ねっていう状態はクリアできたから、これでちょっと北京とかあの辺の物件買ってなんかうんなんとかしたいね。ボンバーマンとかもいらんくね、もういらんくね、空港運賃もいらんくね、はい、いらん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 、この辺いらん、捨ててばっかり。ちょっと福袋で、ね、福袋ガチャしようよ。福袋ガチャ楽しいわ。はい、あま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 あ熱気球はあの嬉しいな。熱気球なんだかんだで多分ねあれめちゃくちゃ強い、うん、あれも買えるのか一応。いやでもいいわ多分すぐなくなるし。ほーら言った、ほーら言っただと思いました。もう知ってました、もう知ってる知ってる、あもう知ってるよ。ボンビ出していくな一発で。お前絶対あれやん、お前ナンパしようとした時にすぐお持ち帰りしようとして失敗するタイプやろ。ふざけんなよ。もうちょっとは抵抗させてくれよ、あんなんどうしようもないやん。どうしようもないじゃないあんなことされちゃったら。よいしょっと、もうでも自由に物件買っていいんだもんな。なんかそれはそれで寂しいな。まあ80年目終わるまでちょっと回してましょうかとりあえず。ってことは3日目は今からまあちょっと一休みして3日目の収録に入るんですけど、3日目はあと20年やってしたら特別マップなるものが解放されるらしいんでね、まあそれの動画も出そうかなと思ってます。はい、でそれが終わった4日目は4日目も正直多分寝ないと思うので、うん、あのなんでかっていうとちょっといろいろね出したいものがありまして、動画ねいろいろ出したい動画あるんですよ実は。これが終わった後に、うん、例えば個人的に強かったボンビーとか。ちょっとそうボンビーの感想とかねいろいろあげたいんですよね。だからそういうの撮ってたらなんだかんだで時間経っちゃうと思う。あと特別マップどんだけ遊ぶかっていうのもね、なんか特別マップで遊ぶのもなんかなんでよくわかんない、よくわかってないんだけど、それで100年やればいいの、また特別マップは特別マップで100年やる感じ、そういう感じ。あと100年遊んだ感想とかもちょっとね言いたいんですよね、いろいろね。あとはキングボンビー悪行まとめとかもちょっと作りたいんだよな。ただね1個見れてないんだよな、少なくとも1個で。明日はちょっとねできる限り最初の方に物件じゃなかった、動画バーって撮ってちょっと攻略本買いに行きたい、うん、攻略本買いたい、ないと始まらねえこれ。よし、多分ゲオとか行ったらあるよな、ただ田舎すぎてないのよそれすら。どこに行ったら売ってるんだろう本当に。はあやべえ、さすがにちょっと眠いね、うん、まあもう3時だしな、言っちゃえば2時半に始めたんだからもう3時だよほぼ。あとはここ島も本当は行きたいんだけど、なんか行く方法あんのかね。
攻略本欲しいな。ちょっと全体的に分かんないことが多すぎるわ。でそれを見た上でなんかちょっといろいろやりたいね。特別マップとかそういうのは、うん、ただ特別マップはなんか何マップの形式が変わるんでしょ。なんか給油液が増えたりとか、なんか新しい線路ができてる、線路とか航路ができてるらしいからね。だからヤシャ姫の台風の条件とかも早く見たいな。とりあえず攻略もそういうの載ってないのかな。なんか最近の攻略もね、なんかねちょっと雑なんだよね。言っちゃうと攻略本だけに関して言えば昔の方がしっかりしてた。なんか最近のやつね結構初期段階で攻略本こう開発するじゃない。だから何そっから先修正入ったりとかした時も変えないままそれが発売されちゃうことが多いんですよね。うん、だからね攻略本の精度がね確かに昔に比べてちょっとだけ低いんですよ。うん、ぶっちゃけ DS の頃のね攻略本は結構しっかりしてるのが多かったんだけど、なんかスイッチのゲームの攻略本ね全体的にちょっと雑。正直俺の中で印象ではなんかね、あここ間違ってんじゃん、えそんなわけないじゃんみたいなの結構あるんですよね、ぶっちゃけ。うん、って思ってます僕は。まあはっていう人もいると思うけどその通う方に言いたい、はっては言わないで。うん、いや最近のも精度いいですよって普通に言ってくれたら嬉しいです。うん、てか今作のはどうなんだろう。今作のこの桃鉄ワールドの攻略もどうなんですかね。精度どんぐらい高いんだろう。ちょっと分かんないからな。何分な、すられたわ。これどんぐらい取られん。これ60兆ぐらい取られるやん。まあジェットでいった。てかそろそろあれ女湯じゃなかった、ヤシャ姫。そうです。てか俺ヤシャ姫のそれを目的に最初さ物件潰しに行ってるんだから、うん、それがないとダメよ。ヤシャ姫のパンツを見るために俺は世界恐慌を起こしたんだからな世界恐慌うん、世界恐慌を起こしたんだからね本当に。いやこれはガチよ。そうよ、俺はパンツを見るために物件潰したんだからね。青そうよ。だから今さらパンツがそう見れないのは私の中ではありえないかつ許せない、はい、ダブルないでございますだよね。はい、よろしくお願いしますわ。頼みますわよ。ちゃんとしてちょうだい、ちゃんとしてちょうだい。あスピーカーは片目ね。よーし。いやてかパレード最後まで見れてよかったな。なんかあれすごかったわ。いや物件6件でここ買うやついないでしょうん、てか物件ゼロか、ゼロであれここ買ったんだもんな。よく考えたら物件ゼロ件でランド買ったやついないでしょ。多分いないよ。いない多分いないと思うはい、これね。この文章ないときに写真撮りたかったんだけど、まあいいや。サムネ用にね、サムネ撮影。よし、サムネ撮影はみんなするでしょ。今の動画やってる最中にやったのよ。絶対動画切ってからやるべきことね。うん、よいしょ。すられてもなお物件を買う。よし、66チャーでは掃除機全部足りるからね。なんかクラーク的な存在いたらさいいんだけどなって思うわ。まあでもしたら長すぎるからかな。クラークちょっと結構ぶっ壊れる強かったもんね。よいしょ。てかまあクラークは僕前回の実況で裏切られてるからもう何とも言えないんだけどよし、一応もうこれで物件購入が解禁されたから、黄色は物件買いまくろう。さっきどこ選んだっけ。左ではなかったと思う。左かな。あもうどこ選んだか分かんねえわ。ちょっともう来たばっかり、もしかして来たばっかりだっけ。あもう分かんないわ。ダメだ、もう頭働いてね。困るな。それちょっと困るな。あでも熱気球持ってたっけ。熱気球持ってるんやったらまあまあ大丈夫か、脱出はできるな。よいしょ。まあでも動くのめんどくさいからもうこのままでもいいけど、台風来るまではそれでもいいよ。うん、あデビルアケンいいね。青に使ってあげようかな。うん、もういいよ。はいはいよ。てか今回のこの何あいつ完全に封印させてくるからなかなかうざいね。うん、4ってことはギリギリ届かないかな。あと1マス必要だよね多分ね。うん多分そう。
1234あ待って1234だからうんそう当てる当てる。あとそう曲がったところから5マス必要か出るには。うん、だから真ん中のマスで6出ても脱出できるんじゃない極論これ。そうだから真ん中のマスまで行ったらもう6出たらゴールできちゃうんだもんね。どこ行こうと左行こうと右行こうと真ん中行こうとね。いやなかなかなんかうーん なんだろうなんかない感覚だな本当にない感覚だわ。うんない感覚だな。うーんはい行ってらっしゃい。最低だな。いいじゃんいいじゃんすごい景色いいじゃん星満天の星空ですごいいいじゃない。うんゴミ野郎だな。もういいよ。熱気球6月ぐらいに使おう。それまでにもうなくなってるかもしれないしね、うんちね。はい、さあこれで黄色が収益一気に意味わかんないくなってるでしょ。ですよねですよね、うん、1兆6000万ですよね。でそう 5% で 5% 上がってそっからかける2になってるから実質 10% だもんね。だって 16兆1000億の 10% だから1兆6000億か1兆6000億そうになるんだよね。うん、もうよくわかんないっすね計算がね。もう超とか億とかわかんないもう俺あと20年か頑張ろう。